ついに始まりましたポケモントーナメント救急カップスーパーボール。熱い声援に囲まれ、今バトル開始です。ここで10ダッボルトだ。おっと、一発目から猛烈な当たり。試合開始早々いきなりダウンだ。はじめから大変なバトルになっております。ここでピクミンの登場だ。さあ、互いに全く違ったタイプのポケモンだ。バトルの指定に移って、あーきつい一撃。おっと、カウンター。おっと、これは外れ。熱いバトルに観客の興奮も大いに高まっております。ここで自陣攻撃。よし、当たった。あっと、ダウン。残りのポケモンの数に差がついております。ここでニドリーノの登場だ。現在のところ残るポケモンは3対1、一方的な試合運びとなっています。これはどうだ。逆転をついた。あーっと、一撃で倒れてしまった。ここで試合終了。さあ、今度はいかなるバトルを見せてくれるのでありましょうか。第2回戦です。さあ、手始め。急所を捉えた。まずまずの当たり。熱いバトルに観客の興奮も大いに高まっております。ここで再起です。よし、あーっと、勝ったか。さあ、次はどのようなポケモンを出してくるのか。ここでオブスターの登場だ。さあ、互いに全く違ったタイプのポケモンだ。さあ、これは、おーっと、このポケモンではまずかったか。おーっと、群衆を作り出した。かたやまだ余裕しゃくしゃく、かたや疲れを見せております。ここで雷パンチ。おっと、分身が消えてしまいました。おっと、麻痺して動けません。さあ、肩や体力的に押されている格好だ。激しい攻撃。弱点をついた。あっと、ダウン。さあ、使えるポケモンの数に差がついている。ここでニョロボンの登場だ。現在のところ残るポケモンは3対1、一方的な試合運びとなっています。勢いのある攻撃。狙い的中。あーっと、一撃で倒れてしまった。ここで試合終了。
今度のバトルも楽しみなところ、第3回戦です。ここで特殊能力をアップです。おっと、毒々攻撃。相手をじわじわ弱らせる作戦できたか。互いに出方を伺っているというところか。ここでサイコキです。効果は抜群だ。あーっと、あっちが倒れてしまった。さあ、次はどのようなポケモンを出してくるのか。ここでベトベトンの登場だ。さあ、互いに全く違ったタイプのポケモンだ。これはどうだ。おーっと、ポケモンの選択を誤ったか。おーっと、一発の攻撃でダウンだ。さあ、使えるポケモンの数に差がついている。ここでアーボックの登場だ。現在のところ残るポケモンは3対1、一方的な試合運びとなっています。さあ、今度はおっと、打たれ強い。おっと、ここは動けません。熱いバトルに観客の興奮も大いに高まっております。ポケモンがモンスターボールに戻ります。ここでウィンディの登場だ。さあ、このポケモンチェンジで試合の流れがどう変わるか。おーっと、地中に潜ったぞ。さあ、これはおっと、失敗。さあ、熱いバトルが展開されております。穴を掘る攻撃。おーっと、強烈。あーっと、一撃で倒れてしまった。ここで試合終了。観客の興奮も大いに高まってまいりました。第4回戦です。ここで10万ボルトだ。急所にヒット。試合開始早々いきなりダウンだ。バトルは初めから急な展開を見せております。ここでブーバーの登場だ。このポケモンのタイプの違いがバトルにどう影響するか。ここで波乗りだ。おーっと、ポケモンの選択を誤ったか。怪しい光だ。あーっと、混乱した。さあ、熱いバトルが展開されております。バトルの姿勢に移って、おっと、ここでポケモンをチェンジです。ここでペルシアンの登場だ。
おっと、ドキドキ攻撃。さあ、毒で少しずつ弱らせる。さあ、このポケモンチェンジで試合の流れがどう変わるか。ここでバブル光線、弱点をついた。あーっと、ダウン。さあ、使えるポケモンの数に差がついている。ここでベロリンガの登場だ。現在のところ残るポケモンは3対1、一方的な試合運びとなっています。さあ、今度は急所を捉えた。おっと、超音波。あーっと、混乱した。かたやまだ余裕しゃくしゃく、かたや疲れを見せております。ポケモンがモンスターボールに戻ります。さあ、これはよし、ヒット。さあ、今入れ替えたポケモンがどう活躍するか。激しい攻撃。急所に当たった。あーっと、力尽きたか。ここで